皆さんどうも、こんにちは。どうも、こんにちは。です。猫人実況、パート35になります。では、続きやっていきましょうか。とりあえずですね、まず、どこだっけ？確か。アクセプト地域の、ちょっと待って、名前が思い出せないんだよな、本当に。アクセプト地域のヒデンの、オッチのところにまだ行ってないので、そこ行きます。と言っても、すぐ終わると思いますけどね。じゃあ行きます。まあ、結論から言うと、宝箱があっただけでした。まあ、とりあえず戦闘重ねつつ、今後行きますよって、ちょっと重いかな。重いかなぁ、やっぱり。ああ、そうね、ここ飛び越えてもいいや、しょうもないんだよね、と思ったら。ああ、間違えた。まあいいか。シンメペット。シンメリとかは今、使い道がないんだよなぁ、はっきり言っちゃえば。とりあえず、中級鉱石と、なんだっけ。中級鉱石と、清水か。それが欲しいんですけど、ここは落とさないんですね、基本的には。残った。まあ、ここはもう、軽く行きましょう。まあ、全体攻撃もいいんだけどね。で、こっちですね。行ってないの。はい。他の子が4つありました。4つもあったんだよ。まず1巻目。設営の意味は、トン。そしてディスペル、んディスペルハーブ。ディスペルハーブですね。ハープじゃない、ハーブですね。すべてみたいなのかな。なんかいろいろ増えてるな。炎で、雷属性の攻撃関連の目的は、どうしようかな、誰かにつけるか。三勝するんだ。どうしようかな。今でいいかなぁ。魔法関係ってどうなんだっけ？あんまり、こっちがいいのかな？クリアが若干打たれ弱いから、クリアの方がいいかなぁ、やっぱり。こっちが。このところ外して、あれキャラ変えなきゃいけないんで。こっちか。で、これでいいかな。よし。じゃあ、戻ります。ここまで4分経っちゃったよ。で、ここに行くんだよね。分かってんだよ。ですね。おお、超えた。でも、なかった。敵が速いからね。とりあえず混乱させ、あれ、倒しちゃった。とりあえず、防御の体力が低い。何かやるキラが結構暗いになっちゃった。本当は他のところで回復した方がいいのかもしれないけど。
人工天候地。これで避難はほぼ全開か？いや、いっか。ヘリケール、オッケー。電車入っちゃってるかな、今回も。なんか最近、パソコン買い替えてから、ノイズが入るようになったんです。まあ、パソコンとかの配置の問題もあるんですけど、本当は。うん。無理だったー。飛び越えても大して意味ないんだよなー。とりあえず体力全開にしとかないといけない。この時期のメモアクセントかな。おぉ、綺麗に決まった。うん、入れたな。で、OK。で、じゃあ、そんなわけで、そうですね。とりあえず、次に行くのが、アクセプチー。デス地域のマグラタの漁師の娘がなんか誘拐されたとか、なんかそんな話があったんで、それの依頼なんですけどね。まあ、信頼回復のチャンスになるって言って、それまでちょっと入り口しますね、あちこち。まあ、なんかあればの話ですけど。なぁ、もうなさそうだな、きっと。うん、まあいいや、とりあえず進めます。めんどくさいんで。じゃあ、マグラッパーですね、行きましょう。とりあえず。とりあえず、クリアがレベル2で、ピナがレベル3なんですね、武器が。新しい女性まだ襲われないですしね。物流ってなんか買おうかな。3ぐらいとりあえず買っとく。で、パッシブスキル、ハードアタッカーを組んでた攻撃契約のスキル。なんやかんやパッシブがいきなり出たね。シャープストーン。シャープストーン。なんでシャープストーンいいかな。普通なんかポーションばっかしか出てこなかったのに。あ、それ裏での話ですけどね。じゃあ、両親とこ行くか。まあ。うん。